なんかここが映えるようになんかいろいろ買ってきたんですよ。だからそれでそう飾り付け的な感じをしようかなって思いました。喋りながら挟みない感じかな。ハサミ、あ、何作るっていうか、なんかちょっと背景なぬ、これどうやって撮ったらいいんだろう。きれん手できれんめっちゃ痛いんだけどちょっと待って、ハサミ持ってくるわ。お待たせ。よし。よしよしよし。よ。これ。ここにあれがついてたからさ。今切りました。なんか可愛くないですか。この辺にあったらちょっと可愛いんじゃないと思って。え？どう？可愛くない？ちょっと椅子邪魔だな、椅子。おかそう。よし。なんか適当に、なんか写真撮るときとかになんか映えたいから、多分期間限定だけど適当に貼ってあ、アイスありがとうございます。イエイ。これと、あとこの木のね、よいしょ、全部100円なんだけど、この木のねやつとか、この辺に、こんな感じでやって、でもこれさ、どうやってつけんだろう。一応画鋲を買ってきたんだけどさ、画鋲ではめられるんかな、このはめられる気がする。ちょっとまあ一瞬だからね、どうせやってみます。どうしよう、なんかさこの辺で写真撮るとするじゃん、その時に映えたいの。だからこんな感じ、この辺、こういう感じがいいかな。こう、こっち、いやこっちだな。よし、 OK、 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 よし、こっち、この辺だった気がする、この辺かな。まあいいんですよ、一瞬なので。ここで、あ、オッケー。あ、オッケー。
ケーオッケーオッケー。なんかこれだけでめっちゃおしゃれじゃん。でまあこのもしさこれが変だったらこっちにずらせばいい話だから適当に。でも期間限定です。こうこの辺かな。あ、いいいいいい、おしゃれおしゃれ、あ、めっちゃおしゃれめっちゃおしゃれなんだけど。よしで、あとこんなのも買ったんだけど、これなんかおしゃれじゃない？どこに？あ、この辺とか。あ、いいかも。よし。オッケー。あ、なんかめっちゃカフェめっちゃカフェできた、出来上がった、この一瞬で。そう、テーマは夏のカフェ。これがもうちょっとそっちかな、うん、あ、でもまあいい感じか。これもちょっとあれか、この辺か。あ、めっちゃいいじゃん。いいいいねいいねいいね。で、こんなのも買ってきました。なんかサイリウムカラーでいいかなって思って、これを乗せたいんだけどさ、乗るかな乗るかな、これビーチって書いてある。お、あ、めっちゃおしゃれ、やばあ、めっちゃおしゃれじゃん。え、大丈夫だって。 1,2,3,4,500 円で、今500円でこれ、やばやったやったよし。で、ね、お花もよいしょ。やばい、このシールが剥がれない。おー、よいしょ、シール剥がし中。よいしょ、取れないへばりついてしまっている。ちょっとこれで映えるかなって思って、家の中でも、どうしてもなんかさ、お部屋だとなんか白壁って感じで映えないじゃないですか。よし、これでこんな感じ。まあまあでもこれは別に刺さなくてもいいかなって思ってたりもする。この辺に、この辺につけてもいいかなって思うんだけど、どうしようかな。なんか別にボトルだけでもいい気がする。どうしよう。
でもこれぐらいしか買ってないんだよね。この辺に置きたいな。え、なんかおしゃれになった。ほら、あ、めっちゃいいじゃん。センスいい、やったやった。え、めっちゃ良くない？どうですか。だって1,2,3,4,5,600円の空間すごい皆さんもう完成してしまいました。スクショしますか。とりあえずこんな格好で、とりあえず記念イエーイ。これで写真とか撮るときでさ、映えるかな、夏の期間。よし。え、すごくないですかこれ。え、すごくないこんな簡単にできちゃうものなの。なんか夏っぽいやつ揃えてみたけど、結構意外になんかこのボトル瓶がいい味出してる。で、おしゃれじゃない？センスいい、やった。あとなんかね、イヤリングがあったの。だから買っちゃった。100円の。待ってこれ、初めて買ったんだけど、100円の。今待って、撮ってる。よし。なんか。パイナップルとスイカ、え、これやばいよね、かわいいよねこれで夏感を出す。おっと、はまった。ほら夏、これでなんかいい感じにちゃんと服装とかもちゃんとすればいい感じ。これも100円、びっくりした。これなんかね、いろんな種類あったんだよ。これとあとキウイとかレモンとかもあったんだけど、これが一番夏っぽいかなって思ってこれにしてみました。ね、なんかすごいよねこれ。サングラス、あ、サングラスでもありますって。なんかこれもなんか夏っぽいサングラス。あ、でもなんか反射しそうだな、やめとこ。あ、でも待って、いろいろあってさ、これとかさ、あのプレゼントでいただいたんですよ、ファンの方に。でもこういうのを置いてもすごい夏っぽいかも。あ、見えないか、これはあれか。ちょっとおしゃれすぎるちょっとおしゃれすぎた。これはおしゃれすぎたわおしゃれすぎた、びっくりした。でもこれぐらいですね、私買ったの。あとシュシュ2個で、これなんかめっちゃ夏って感じ。これでポニーテールしたら結構いい感じになると思って買いました。シュシュ買うの久しぶりすぎて、このままでいいかな。これで多分巻いてポニーテールとかしたら多分いい感じだと思うんですけど、適当に。
適当でいいかな、ボサボサだけど。お団子ここにて、お団子の方が、まあ、今日はね試しなんでこんな感じ。カフェっぽい。いい感じじゃん。後ろ見せるほどのものじゃないよ、もうこんなん出てるから。こんなもう今超適当のやつやったけど、いらっしゃいまし。ここメニューめちゃちゃんとコーヒーとかカフェラテとかちゃんと書いてある、すごい。じゃーん。めっちゃ夏。めっちゃ夏なんだけど、ここじゃーん。あっという間にできてしまった。まだ17分っていうね、すごすぎる。期間限定コーヒー、何これ 1.95 って書いてあるけど、あれなのかな、外国のあれなの、1ドルみたいなやつですか。ドルかな多分。カフェモカ、カプチーノ、アメリカーノ、私アメリカーノ好きです。どうでもいい情報。アメリカーノ好きです。でもいい感じにできました、めっちゃ夏感。おすすめはそうですね、アメリカーノですかね。かわいい。でもなんかこれすごい、なんかこのこれいいですね。オレンジがなかったから黄色になっちゃったけど、まあでもわかるよね、サイリウムカラーって。オープンおめでとうはやばい。てかテロップ書いてなかったし、どうしよう。建築終わりました。建築終わりました、過去形よし。なんかでもすごいおしゃれ、最近の100円ショップってすごいんだ。じゃん、ひまわり、これ偽物のやつだけど、めっちゃなんかこれもいい感じにアロハって感じ。これも可愛いでしょ、普通に使えそうじゃない、全然可愛いよねこれ、すごいんだけど。可愛い。もうなんか最近100円のもので結構配信してる気がする。でも本当にさ、すごくない？ 100 円でこのクオリティ言わなきゃわかんないよね。なんか この辺とか1500円ぐらいしましたって言ったら絶対みんな騙されると思う。ここめっちゃおしゃれ、これも可愛いインパクトがあってドーンって。コスパいいよね。やばい、イメージガールになるかも。あ、だるまありがとうございます。そう、安さを感じさせない。そう。写ってるもので100円じゃないの、服だけ。まあ確かに。確かに、シュシュも100円、100円やば。これでなんか
映えそう、写真撮ったらこの辺で、なんかここだけでも撮れそう。ここだと幅広いからインスタ映えになるかな。この辺でカフェ行きましたって違うのに私は100円じゃないです確かになんかおうちカフェって感じ。普通になんかお菓子とか作って写真撮ったらもう映え映え映え。でももうなんかあっという間に作り終わっちゃってどうしましょう。あー確かになんかエプロンとかしたらなんかめっちゃカフェじゃん100円100均の CM オファーお待ちしてます何でも作り出すからやば、なんだろうな、何作ってるんだろうこれ。パンケーキ、コーヒー、なんだろう。でも海にありそう、なんとなく海にある飲食店って感じ。あとありがとうございます、かき氷。あーねかき氷、まんじゅうあ確かにタピオカ、タピオカありだなやばい、食べ物の話してると食べたくなってきちゃうアイス、クレープね、私めっちゃ好きなんだよね。クレープ昔から好きで、チョコバナナめっちゃ好き。あとね、なんだっけ、アーモンド、アーモンド、うん、ピーナッツ、どっちだ、なんだっけ、どっちだっけどっちだっけ、なんか好き、アーモンドか、あそう、スライスアーモンド、あ確かにアーモンドか、アーモンドだ、それも好きです。でも最近ね、いちごも好きなんですよ。なんか昔は結構ずっとチョコ食べたんですけど、最近はいちごも結構好きなので、全然なんかいちご系も好き。あ、わかる、いちごとチョコのねクレープめっちゃ美味しい。そう、なんかいちごとチョコとバナナも入ったらめっちゃいいんだよね。でも大体なんかね、チョコとバナナでいちごといちごのクリームとかだから一緒に食べれない。チーズはダメ。なんかさ、マヨネーズサラダみたいなクレープあるじゃないですか。あれ食べたことないんですけど、どういうあれなの？甘くてサラダなの？あれは何物あれはデザートなのかサラダなのか未だに謎なんだけど私。でも結局私あのマヨネーズ系が苦手なので食べてないんですけどサラダなんだね、サラダが勝つんだねあれどっちなんだろうなってずっと思っててね。でも好きな方は好きですよね。私は食べれないからあれだけどあれはもうサラダなんだね。そうなんだ、でもあれなのかな、カロリーとかは低いのかな。普通のだとさ、なんかフルーツだけじゃん入ってるのが、クリームとかだから、そこがさサラダになるんでしょ。めっちゃカロリー低くなるじゃん。マヨネーズ
じゃなかったらワンちゃん、なんだろう、和風ドレッシングとかあったら食べてみたいって思うかもしれないけど、だいたいあれツナとかマヨネーズだからな、食べれない、食べれないですドレッシングはないのか、まあ、見たことないもんな。あ、ツナはね、まあ大丈夫なんですけど、なんかツナマヨとかがダメだから食べたことはないです。そう、そうです私のクレープ情報。そう、ツナマヨダメなのよね。ツナカレーは多分大丈夫だと思う。たこ焼き、そういうカフェはたこ焼きもしてほしい。たこ焼き、でも最近全然してない。たこ焼きよくメンバーとしてたんですけどね、研究生は結構いろんなものを入れますよ。たこ焼き具にいろいろ入れる。なんだろう、たこ焼きにウインナーでしょ、ウインナーとか、あとまあたらこめっちゃ美味しくて、あとまあ、チョコとか何入れたことあるっけ、なんかポテチみたいなのも入れたことあった気がする。あとなんだろう、あんこ、コーン、あとね、あ、チーズ、まあ私は食べないけどみんなはチーズ入れてて、あと餅美味しい、なんか餅美味しくて餅とチーズで食べると美味しいらしい。で、あとなんだろう、何入れたっけ、でもね結構入れるんですよね。そう、チーズも私苦手なんです。チーズ、マヨネーズ、チーズ、マーガリン、バターとかが苦手で、まあマーガリンとバターはまあなんですけど、チーズマヨネーズはちょっと結構厳しい。まあマヨネーズかチーズだったらチーズの方が食べれるんですよ。だからピザとかはまあ食べれるんですけど、マヨネーズは本当にずっとダメですね。そう、そう、なんかなんだろう、なんか乳製品が苦手なのか分からないんですけど、そう、あんまあれなんですよ。でも別にヨーグルトとかは食べれて、でもなんかその牛乳の味がめっちゃするのは無理。プリンも大丈夫だけど、なんか牛乳すぎるものとかは無理。そう、なんか昔から牛乳が苦手で、幼稚園の時とかずっと牛乳飲めなくて、飲むともうペッみたいな感じだった。コーヒー牛乳はね大好きだった、今も大好き。安田ヨーグルト食べれる、何なんだろうね、なんかよくわかんないんだよね、よくわかんないんだよ自分でも。豆乳大好き。チーズケーキはね、うんって感じ。何がダメなんだろう、なんかなんだろう、何がダメなんだろうな。生クリームは大丈夫だし、匂いかな、匂い、うん、多分。ね、なんかね細かいよね細かいんですよ。でもなんか基本チーズとかマヨネーズってみんな好きじゃん。特になんか女の子とかって結構好き
なイメージだから、結構メンバーとかもね食べるんですよ、チーズとか。でも私食べれないから、なんかちょっと申し訳なくなる時とか結構あります。そう、なんか知ってる、なんか私がチーズ食べれないとかマヨネーズ食べれないって知ってるメンバーとかがいる時はなんかあれだけど、なんか気使ってもらっちゃうから、なんか全然頼んでって思っちゃうけどそうそうそう、まあね、どうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろう。ピザは物によるんだよね。え、でもね、本当にもうね、どうだろう、もうしょうがないかな、わかんないけど。え、でも本当になんかそれ以外好き嫌いとかなくて、何でもサラダとかも野菜とかも何でも食べれるんですよ。ただその乳製品がなんかあんまり得意ではなくて、そう、マヨネーズチーズがねダメですね。私は粉チーズは大丈夫です、ギリ。そうね、嫌になっちゃうよね嫌になっちゃう。あ、でも海鮮系とか苦手な方とか多いですよね。私はね、海鮮系はそんなですね、大丈夫ですね。でもなんか同じものをずっと食べちゃうから、そう、だからなんだろうな、なんかそのマヨネーズチーズ以外は結構何でもいける。そう、ね、シチューは大丈夫だし、グラタンも大丈夫ね。謎だよねいくらも大丈夫。なんだろう、渋いのかな食のセンスが渋いのかな。え、納豆も大丈夫だしね。そう、私もね境目が分からないんですけどあと結構なんか一度美味しいと思ったものをなんかずっと繰り返しで食べちゃう人だから、偏食なのか分かんないけど、多分偏食なので、そう、なんかねだから一回例えば、まあ、どこかのお店に行きます、初めてそのお店に行きます、でメニューを選ぶとするじゃん。そしたら次からそのお店に行くときは絶対同じものしか食べないの。やばいよね。だからその一つのメニューしか食べたことないの。なんか他のものに挑戦しなくて、なんかずっとだってなんか飽きないから、その美味しいって思ったものが、だから飽きるまでずっとそれを食べるの。あ、みんなそう、あ、よかった、通常の人間だ私はだからあんま、そう、だから何回か行ってるお店は迷わないです、メニューに。そう、同じものをねずっと食べるんですねえねえ、やだ食べ物に関してはあんま冒険しないですね。うん、なんか一度気に入っちゃうともうそれをずっと食べるって感じだから、アイスとかもいろいろ種類あるけど、これが好きってなったらもうそのアイスしか食べないみたいな、変な人ですそう、
嫌になっちゃう。なんだろうな、ラーメンはでも、あ、でもわかんない、なんか多分行きつけとかがあったら同じもの、あ、でもわかんない、ラーメンに関してはいろんなもの食べるかもね。うん、ラーメンは結構いろいろ好きだからいろいろ食べる。建築終わりましたとは、あ、建築してたんですよ、さっき配信開始、まあ15分くらいで出来上がって、10分くらいで多分出来上がったのかな。で今お話タイムです。背景が賑やかになったんではい、そう、どうなんだろう、なんか失敗したくない気持ち、あ、なんだろう、なんかそっちよりかは美味しいからただそれをずっと食べてるって感じかな。そう、花があって、そうだね、すごい明るくなりました背景が。おでんはいろんな具食べますよ。でもちくわぶが一番好き。ちくわぶが一番好きですね。あとなんだろう、あ、でもね、ウインナーを入れるとめっちゃ美味しいの知ってますか、おでんに。なんかウインナーね、美味しいよ入れると。誰もありがとうございます。そう、シャウエッセンのウインナーね絶対入れた方がいい、めっちゃ美味しいから。あ、みんな入れる？あ、普通だった普通だったわ、普通すぎた。あとなんだろうな、私が好きなのはもうチキンチャクとかちくわも好き。でもね、ちくわぶが好きすぎて、ちくわぶは一番、もう一番入れる。かわいい、ありがとうございます。めっちゃお腹空いてきた。タコ？タコ、あ、美味しそうだな、タコ。タコはね、私入れないけど、なんか美味しそう。タコ好き。ちくわぶだけで食べたことないないな。あ、新潟はあんまりあれなんだね、ちくわぶ入れないんだね。そうなんだ、場所によりますよね。そう、小麦粉なのよ。小麦粉でできてるの。なんかでも食べ応えあるんだよね、あれ。でも最近あんまりおでん食べてないかも。まあ、大体あれだよね、冬だよね、食べるのね。
コンビニではね買わないかな。コンビニ、うん、1回ぐらいしか買ったことないかも。みんなよく買う？何が好き？逆にコンビニで何買うか？コンビニで何買う？なんだろう？コンビニお茶500ミリのお茶、水、あとなんだろうな、なんだろう、コンビニ、あ、でもなんだろう、おにぎりとか。おにぎりの中だったら塩むすび、塩むすびもね昔から好きなの。塩むすび、ローソンのね塩むすびが一番おいしいよ。塩むすびの中だったら、まあ、全部おいしいけどね。渋い渋いのかな。でも基本自炊するから本当に移動の時とかかな、コンビニでご飯買うのは。そう、しかもなんかさ、新潟のお米とかってあるじゃん、めっちゃ美味しいよね。渋いのか渋いんか。現代っぽいのないかな、なんか現代っぽい食べ物。あ、今日ね45分までです。現代っぽいもので好きなものは、なんだろう、なんだろうな現代っぽいもので好きなもの、あ、まあクレープとか、あ、なんだろう、あ、まああれですね、なんかフルーツのスムージーのジュースとか好きですデザート系になっちゃったけど、まあそんな感じです。はい、ということで今日は一応建築配信的な感じだったんですけど、どうですか、映えたよね、イエイ。ちょっとまあ期間限定なんですけど、こんな感じでやっていこうと思いますはい、じゃあまた、バイバーイありがとうございました。バイバーイ。